今回をはじめとする若い人たちをいじめつくような世の中の仕組みを変えるためにも頑張っています。池内香織です。若い人たちのたくさんの応援を得て今頑張る池内香織でございます。ちょっと短い時間を借りたくましてこの場所で演説をさせていただきます。ご臨時の皆様にはご協力のほどよろしくお願いをいたします。それでは女性候補者の池内香織をご紹介いたします。商店街でお買い物中の皆さん、ただいまご紹介をいただきました日本共産党衆議院東京中央区比例東京ブロック長福里候補の私池内香織32歳です。いよいよ解散総選挙、私はこの戦いの時にあたり胸に込み上げてくる強い思いがあります。安倍政権、この政権だけは一刻も早く退場させなければならないという思いです。国民の目、耳、口を塞ぎ戦争へと突き進む秘密保護法、日本を戦争する国に作り変え憲法違反の集団的自衛権行使容認の条項、私は2013年12月6日を忘れることができません。ありがとうございます。秘密保護法再現の反対表明を足を進めました。国会でただ一人反対表明に立った日本共産党の任期総会議員の質問を私はスマートフォンの生中継で固唾を飲んで見守っていました。採決が強行されてしまった後も肉声へのコールはやまず、私は涙が込み上げました。あの寒い夜、国民の声を
私の地元はお席を